はようございます、釣り子 TV です、ジャカーっていう風に書いてありますけども、これね、釣りフェスティバルの時だったかな、今年のまだ寒いタイミングで、注文していたあれですね、あれが届いたんでちょっとね開けていこうと思いますよ。中にはね、魅力的なあいつが入っているんではないかなということで、はい、じゃじゃーん、ちょっと、来た、これね、いやー、はい、だーダウズスイマー180のですね、スペシャル限定カラー、うわ、すごいな、これ、すごいな。いやー、画像で見るのと実際に見るのとだとねー、だいぶ違いますね。これはすごいぞ。名前がね、ブレイジングレオパードっていう、ね、感じのカラーで、早速ね開けていきたいと思いますね。これね楽しみにしてたんで、いやーよかったね。これもういつ届くのかなと思ってね、待ちに待った感じなんですけど、はーい、ちょっと出していきます。いやーこれすごいっすね。はい、まあダウズスイマーの 180SF ですよね、それの限定カラーになるんですが、この感じ、ヒョウ柄すごいですね、これ。うわね、大きな方のね、オリジナルサイズ、これがねまあよく釣れるなって、まあ、シーバスなんかでも使ってましたけどね。で、この180もね、店頭にもう並んでるのもあったんで、実際に買ってみて、で結構寒いタイミングなんかでもね、もう釣れてくれたりしているんで、あ、180改めていいなーなんて思うんですけども、それね、たまたま頼んでいた、こういう限定カラーね、これ注文したら買えるよっていうね、カラーね、まあイベント限定カラーになるんですかね、これが届いたんで開封してみたんですけども、まあこれね実際に違う色ですけども、先日使ってみて実際に釣ってみた感じだと、やっぱダウズスイマー独特の結構表層気味ですごいイレギュラーなアクションを連続して入れることができるね、すごいなんかレスポンスのいい動きといったらいいんですかね、ただ巻きでもいいんですけども、ロッドアクションを入れることによってこうクイ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 ってね、すごいね、生めかしく、そしてなんかね表層付近を非常に、効率的に攻めやすいなーなんていう印象があるので、まあ、そんな感じでね、この180、ここから秋ね、向けてどんどんねちょっと投げる頻度が多くなってくるかなっていうタイミングでね、この限定カラー届いてくれたんで、早速、釣り場でも使ってみたいと思うんですけども、このね腹折れっていうのがね、まあいいなーなんていう風に思って、なんと言ったらいいか、まあブラックバスはねもちろんね、この春のシーズンとかこういう感じの色聞くと思うんですけども、こいつの動きと泳ぐレンジで言ったら、まあ、このまんまの状態でシーバスのバチ抜けパターンにビッグベイトを合わせていく、そんな展開の時もね、使いやすいんじゃないかなって、まあ、虫みたいっていうわけ、動物みたいなカラーですけどね、このすんごいカラーリングとね相まって、これね、ちょっと海でもね早速秋ではないですけど投げてみようかななんていう風にね、考えております。まずねブラックバスね、いろいろなタイミングで、ね、投げてみつつ、タイミングでシーバスでも入れてみようかなって感じで、まあ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 これがね届いて、あと、この前ね釣り具屋さん行ったらね、レギュラーカラーのねシリーズもねお一人様一個とかでね店頭に置いてあったりしたんで、ダウスイね今年は、180ね食わせのサイズが仲間入りなんで、がぜんね、釣り場で活躍するね SNS なんかで見る機会も多くなってくるんじゃないかなと思いまして、まずはね注文してみたけどどんなカラーだったかこうね動画でね、お見せできたらなーなんていうふうに思うんですけども、
もいかがでしょうか。なんというかすごい感じるカラーリングですね。はい、じゃあ早速投げ込んでみたいと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジャッカルから何か荷物が届いたと開けてみたら、ダウズスイマー 180SF のですね、限定カラーついに到着したよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。